任天堂からなかったことにされたゲームの RTA、始まるよ。それでは早速、本体くんに CDI ディスクを読み込んでもらいましょう。あ、CDI っていうのは、電動カミソリで有名な、フィリップス社が企画した、ディスクの規格です。利用者の、操作により、再生内容が変化し、映像表現も可能という、未来的媒体でありました。そんな華々しい先進技術は、90年代初頭、満を持して市場に投入され、メガ CD、ロムロム、3DO など、時代の申し子たる CD ロム媒体の勢力に圧倒され、消えていきました。しかし同社は、任天堂の技術開発に協力した縁からなんと、ゼルダのライセンスをかすめ取ることに成功します。Gee, it sure is boring around here. My boy, this piece is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. Your Majesty, Ganon and his minions have seized the island of Korridai. How can we help? It is written, only Link can defeat Ganon. Great, I'll grab my stuff. There is no time. Your sword is enough.How about a kiss? For luck? You've got to be kidding. Squadala! We are off! Wow! What are all those heads? These are the faces of evil. You must conquer each. I guess I'd better get going. Here is the map. Where do you wish to go? そんなわけで、ガノン打倒のため、各面を攻略していきましょうね。タイマースタートは、スピードラン .com に乗っ取り、ニューゲーム後、最初に選択した面の開始時から、はい、用意スタート。さて本面における目的は、雪玉の収集です。モリグリンが落とすので、規定量拾いましょう。移動は、ジャンプを連打すると若干早まるようです。敵との間合いに注意しつつ、どうぞ。そして、アイテムは剣を挿入しないと取れません。リンクの冒険リスペクトですね。赤ブターに来たちオフスオフス。ねっとりと弾を削ぎ落として差し上げろ。いい感じに回収できましたら、一匹だけ残して、外まで送ってもらいましょう。ちょっと体力が残りすぎましたね。道中でうまく削れるとベストです。ちなみに雪玉は、一つ少なくてもなんとかなります。取り逃しても、諦めないでね。じゃ次行きましょう。今の面には、金輪際立ち寄りません。ここ、クレーターケーブより、本格的攻略の幕開けです。開幕火山岩散布は、いくらなんでもひどいと思う。気を取り直しまして、まずは脇道へ、いいものをもらいに行きましょう。道中のゴーマは、残さず平らげましょう。硬いけど、ゴルビー落とすし、残すと袋にも出るし、みたいな。ところでお金ですが、緑が5で、赤が1です。さらに申し上げますと、ルビーではなくルビーです。本当の独自貨幣ですね。お邪魔します。なんでこのおっさん。あ、会話も挿入によって行われます。リンクの冒険との差別化ですね。一般化に同居ジジイとの接触で体力全開です。具合が良かったのかな。では開始地点へ。ジャンプ連打しないとケツを掘られるから注意ね。言い忘れていましたが、G さんと接触すると、剣からビームを発射できるようになります。本編よろしく、食らうと撃てなくなるので、満タンを保ちたいですね。ドクロを殴って鍵を出すことで、洞窟へ入場。本作では非常に貴重な、謎解き要素です。洞内の敵は耐性持ちで、突破には雪玉が必要でした。さらに、放出する敵は、また異なる耐性持ちで、こいつらが落とす、火の玉が必要でした。おお使いお使い。さて、ここは途中で引っかかると、敵の湧き方にズレが生じ、くっそ悲惨なことになります。なので、急いで奥まで、進もうね。二段目一匹目の赤平を、ジャンプでやり過ごせば、孤島連続地帯まで、倒しきれることでしょう。その先は、気合で強行突破です。雪玉が少ない場合、孤島から特攻開始だ。切り抜けました。残体力と敵配置によっては、こううまくいかない場合も。ありがとうございます。はい、続けて今度は、ゴロヌを選択。
本作唯一の商店が存在する面です。早速買い物と行きたいところですが、まずは追いはぎからですね。商店の前はゲーム中屈指の稼ぎ場です。なんてユーザーフレンドリーなんだ。そしてビームが早速活躍してくれていますね。とっても快適です。言うまでもなく、一発でも食らって撃てなくなると途端に辛くなります。さて、いい感じに稼げましたね。いざ購買。購入するのは、縄2と爆弾1。それぞれ3つセット販売なので、縄6本、爆弾3つですね。なお、購入の関数には、5枚外の雑魚が、最低1度は、5円を落とす必要があります。よっぽど運が腐っていない限りは、大丈夫でしょう。ダメだったらやり直せばいいですね。集金は、最後までねっとりと継続します。最後までねっとりと、支払い続けますからね。さて本面ですが、買い物だけにはとどまりません。ガノン軍の、冷酷無比な幹部が、最王にて待ち構えているのです。だけ夜行きましょうね。さてこの面は鬼門です。この先が第一関門。あらゆる方向からの攻撃をかいくぐりつつ、最上段で爆弾を、岩にぶち当てるのじゃ。なかなかやるじゃない。珍しく上出来でした。続きまして第2関門、暗闇地帯をランプなしで突破するのじゃ。この階段の5段目と6段目の間くらいから右上を入力するとスムーズに上段へ上がれます。タイミングが適切なら最上段まで直行できるのですが、今回は少しずれてしまったようですね。さてここは本来なら別の面でランプを取得してから攻略する場面です。もちろんそんなものを取得している時間はありません。 RTA っぽいですね。ここのスタルフォスは確定で5円を落とします。遠回りしてでも確保しておきましょう。適当に殲滅が済みましたら買っておいた縄の出番です。これを使うと上にある特定の足場によじ登ることができます。いよいよ最終フロアです。入場とともに動画が挟まりますが、当然スキップ。堅実に稼ぎつつ、最上段までよじ登りましょう。はしごを登り切った後の一瞬は、ジャンプが封じられます。慣れましょうね。しかしまあ、えらく調子がいいですね。ここまで無傷なんて、そうそうありませんでした。食らいましたが、もう安全圏です。最上段を画面に映してから、縄を使用しよう。ゴロヌ君オフオフ。火の玉3発で落ちるクソ雑魚耐久、恥ずかしくないの。重要アイテム、ベルを回収。さらに、体力の上限が、ウプしました。退出しましたら、順路を無視して、スピアフィッシュホールスへ。開幕目の前のゴーリアをビームで処理。右下からの攻撃を盾で受けつつ、接近し射撃。あとはイカダに乗り込み、じっとしましょう。下手に動くと落ちるよ。とまあ、防御重視のプレイをしておりますが、本面に関しては、ゴリ押しが正解かもしれません。途中に回復スポットがありますからね。そこまでは、突っ込んだプレイでも、問題ないと思いました。お気に入っても、大抵この辺で削られますしね。追走兄貴は、参考にどうぞ。ここのゴーリアは、なんと10円を落とします。ねっとりと丁寧に、しゃぶって差し上げろ。さてこの先が、本面の難所です。よくわからない足場を、伝い登る必要がありますが、半パターンかに成功しました。本動画のような感じに登れば、皆さんもスムーズな、滝登りができますよ。完璧でしたね。まるでお手本みたいだ。さてここは、シリーズおなじみの妖精の泉です。妖精を切りつけると、前回の上、最大体力がウプ。泉に落下すると死亡する点だけ、注意を払いましょう。さて滝登り後半戦です。ここも前半は、パターンで登っていけますが、後半、ギリジャンポイントがあるので集中。集中できて、いませんでしたね。右上で鍵を取得したら、左上の扉を解錠しましょう。帰りのジャンプは無事成功。一度ミスしただけで、
体力が危険水域だ。ばあさんから、有益な要素は得られません。無視してステージクリアら。またも新たな面が解禁。後でね。まずはこの、ハーレクイーンバザーからなのですが、本面の要は、開幕にあります。ここの豚2匹、てめえだよ、てめえ。冗談攻撃が当たらない敵を、坂道の下側に、配置してはいけない。一発もらうのを覚悟で、突っ込むしかありません。タイミングが狂うと、ごっそり持ってかれるよ。今回は、若干の被害で済みました。ハート3つ以下になると、この後が辛いですね。ここも厳しい場面です。再下段で、ゴーリアとキースに削られすぎないように。ところで、各敵の動きについて、詳しい解説を、しておりませんでしたが、歩くやつ、飛ぶやつ、撃ってくるやつ、歩きながら撃ってくるやつの4種類です。簡単だな。グラフィックと攻撃力と耐久力が違うだけで、ラスボスまで全て、そのどれかです。覚えやすいですね。さて、ただごとではない雰囲気のエリアですが、実はここが、いい狩り場だったりします。5円を落とす敵が、複数湧くので、滞在すればするほど、裕福になれることでしょう。しかし足場が悪く、敵の動きも厄介であるため、長居するのは危険です。見極めましょう。効率よく安全に狩る方法は、私にはよくわかりませんでした。いざボスフロア。入場後、はじめにやるべきは、身投げです。私の実力では、どう頑張っても、道中で削られすぎてしまうので、ボールマスター君に頼んで、体力をリセットしてもらいましょう。面に入り直すたび、2回までコンティニューできます。有効に活用して、どうぞ。邪魔な手を爆弾で一掃いたしましたら、いよいよボスとの一騎打ちです。画面外からの先制攻撃は、しゃがみからのジャンプ連打で回避だ。何発かもらいましたが、接近できればこっちのもんじゃい。決着しました。鍵を拾って、上のハッチを開けましょう。お、開いてんじゃん。最深部には、謎のじいさんが幽閉されていました。スルースルー。では続けて次なる面へ。と行きたくなるところですが。気をつけてください。ブッシュがありますから。具体的には、爆弾が枯渇しました。板チョコなら2枚だけ残ってるがね。よって、ここで店を再訪します。でもまずは、ねっとりと恐喝。爆弾を10発ぶち込まないと、壊れない岩が、この先品質しますからね。稼ぎは1円でも多く。橋の端まで来ましたら、引き返して入店しましょう。ところで購入料ですが、爆弾8セットが最低ラインです。合計160円以上、あればいいわけですね。ただ最低量だと、無駄打ち即リセットの、ひどく安定しない進行になってしまいますので。できれば9セットに17発、180円分、確保しておきたいところであります。反対に、160円に到達していなかった場合は、店前でもう1往復するといいでしょう。今回は171円だったので、ひどく安定しないチャートです。じゃ、次の面行こっか。さて、この面も開幕から全く気が抜けません。まずは、絨毯のじいさんを無視して上へ。モリブリンと鳥は、確実に処理しましょう。あ、今までガン無視していましたが、絨毯のじいさんは、敵の情報をくれるキャラです。どうでもいいね。最上段に着きましたら、買い込んだ爆弾の出番です。モリブリンの攻撃に、命を散らされるより先に、岩を10回、爆破させたる。割れちゃった。人削られすぎましたね。なので、アモス君にオナシャス。スムーズでしたね。さてここから後半戦ですが、留意すべきは、一撃も食らってはいけないということです。本面のボス戦は、ビームがないと話になりません。一発でも食らうと、デスベホマの手間がかさみますね。食らう要素の主は鳥なので、ほらね。ボス直前で、もっかい身投げですねこれは。さて青い雲は、10円を落とす敵の鏡です。倒せるだけ、倒してしまいましょう。プーロ。からの、ボンファイア。縄が、最後の一本になってしまいましたね。本面で使い切るので、後で買い足しましょうか。そんなこんなで次が、
ボス前最後のフロアですが。再びの暗黒面。マップの構造は、気合で把握しましょう。右、左と雲を倒し、左の雲と勝ち合うあたりで、プーロ、プーロ。あ、冷えてるか？左へ進み、階段を上がった感じがしましたら、ボス面へ突貫。さてまずは、減った体力を、アモス君にリセットしてもらいましょう。倒しちゃった。しょうがないので、ボスの胸を借りましょう。充電完了、攻撃戦だ。静止している間のみ、盾が仕事をしてくれます。うまくサイクルを維持しましょう。頭に5発ぶち込めば、攻撃完了です。今回は到来前に肩がつきましたが、ケツ狙いのエイクマンに、射撃剣を散らされる事案が、多発します。お気をつけ。次の面も、自己ポイント多数だ。いきなり飛び道具持ちが見たい。でも、5円くれるから許せちゃう。加えて四方八方から銀の猛襲。本面では、満タンを維持する必要はありませんが、あんまり削られすぎないよう、冒険は控えましょうね。ランハート36、普通だな。塔の外は、モリブリンとドドンゴの巣窟です。ドドンゴは10円を落としますが、案の定爆弾しか効きません。基本は無視。先ほども申し上げた通り、爆弾の数に余剰が一つもございませんからね。でもここは例外。爆弾が必要なオブジェクトと一緒に爆殺できます。この閉じてる口の中に入れるの意味不明だと思った。このエリアですが、プレイスキルが試されます。飛んでくる敵をうまく対処しつつ、後半のギリジェンポイントを通過しましょう。お金は最後まで必要になりますので、回収も適宜。少々食らいすぎですね。飛び移りに失敗したら、やばそうですが。ここは。エロい。あとは流れで大丈夫。せっかくだから、もうちょっと稼ぎまして。次エリアで早くも、本面のボス登場です。頭に爆弾を的中させれば倒せますが、今回は予備がないので、外したらやり直しですね。めでてー。なんか、あっさりでしたが、もうちょっとだけ続きます。遺留品の10円を、忘れず回収し、奥にある10発岩を壊しましょう。ここも、調子に乗って連打しすぎると、無駄打ちリセットにつながります。さてさて、次のエリアは、ほぼ完全に、パターンでの突破が可能です。先ほどの滝の場面よりも、はるかに簡単です。本作屈指の、癒しポイントですね。規定の順番でジャンプを繰り返すだけで、ゴール手前まで、簡単に到達できます。命の水で体力を回復し、いざボス戦第2ラウンド。やることは、先ほどと全く同じです。頑張って当てましょうね。倒しました。ここで拾える、コリダイの本は、ガノン特攻の最終兵器です。ねっとりと習得。爆弾も縄も尽き果てましたので、ここで、最後の買い物をいたしとうございます。まずはいつもの稼ぎからね。今回の購入量は、縄2の爆弾6。計140円あれば、不足はないわけですが。前述の通り、現金には、最後まで用途があります。稼ぎが足りないと、最後の最後で、済む可能性があるので、抜かりなく。お願いします。おむつチェック152円。心もとないですが、買い物自体は大丈夫そうですね。お邪魔するわよ。あ、ちなみに一連の面選択や、買い物手順などは、先駆者兄貴のチャートを、丸パクリしました。せめてもの独自要素として、一部の面で、パターンを組むなどしてみましたが、詰められるポイントは、まだ多量にあるかと存じます。みんな頑張ってね。あとは駆け抜けるのみ、大きな事故のないことを、祈りましょう。ここセリゴンケイブスは、事故要素のほぼない、後半戦の休憩ポイントです。前半戦さえ、削られないよう冷静に越せれば、あとは大体なんとかなりますね。落下するちっこいつららに当たると、ありえないほど一気に削られますので、画面をよく見ましょう。
ここまで無傷ならもう安泰です。またも暗黒面ですが、構造はくっそ単純です。左に進み、落ちたら右にまっすぐ。大量の敵が襲ってきますが、体力に余裕があればゴリ押しできます。青いおばさんは条件を満たしているとミラーシールドを授けてくれます。いらない。20ルピーか。安いけど。残す面はあと2つ。何すればいい？ここフォートレス、セントルムは、硬い敵が多く、最終局面にふさわしい難易度を誇ります。よって、辛い場面は爆弾で突破しましょう。この面のために、やや多めに購入してあります。そして早速、ゴーマに当たり負けし、射撃低層を失いました。暗雲ですね。今まで、あえて解説をしておりませんでしたが、本作の当たり判定はデタラメです。殴ったと思ったら、殴られていたといったような事案が、超クッソ激烈に、頻発するわけですね。そんな仕様の中、肉弾戦などしていては、みるみる命が先細っていくばかりですので。こういった戦闘の多い面では、ビームを維持し、直接の殴り合いを避けることが、安定の鍵なのです。ここが要所。猛攻に巻き込まれず、扉に飛び込め。スタートナックに絡まれかけましたが、なんとか突破できました。じゃまずは体力をリセット、手でしてもらった方が早かった。さて今度は、暗闇縦スクロールですね。まずは邪魔な手を発破。現金回収もしっかりね。左から3番目の緑ルビーの左で2回ジャンプ。プールで上の足場へ飛び、左上、上、上とジャンプ。爆弾に持ち替え、はしごを登りましょう。登り切ると同時に爆弾を投げれば、ボールマスターを攻撃前に爆破できます。あとは適当に右上へ進み、扉へイン。扉前から少しでもずれると、爆弾が暴発するよ。ゴールはもうすぐそこ。ここは、ケツ狙いのオクタロックに注意してね。お、いい女。私は思わずつぶやいた。あ、ちなみにこれ、ゼルダ姫らしいっすよ。そして、敵が化けていたダミーでした。まずは、一遍死んでおきましょう。攻撃力が上がっている以外は、以前戦ったボスと同じです。ファイア3発。本物のゼルダ姫ですが、ガノンの根城に、捕らえられているそうです。だけど夜行きましょうね。そんじゃ最終ステージ。行くぞ。さて問題の本面ですが、一見、平穏そうに見えますね。なんで削られたの？と、これこそが、本作最後の難関。最終面の至るところに、目視のできない敵が、飛び回っている、です。実は、見えるようにするアイテムもあるのですが、特にとんでもなく、手間がかかりますので。本 RTA では、一定時間、空中の敵を硬直させる、ベルのアイテムを、断続的に使用します。ちなみに、使うたび、5円が引き落とされます。必死こいて集金していた理由は、これだったんですね。と、次が本面の山場です。気合い入れていけおらん。本面に登場する虫は、総じて敵のクズです。少しかすっただけで、信じられないほど削られる上、下段攻撃しか受け付けないクズ。できる限り、確実に処理しましょうね。さてここは、壁にぶち当たったら、縄を使いまして。あとは右ジャンプを繰り返せば、際どい足場を、うまいこと突破できます。ワームと一般ボス鎧くんの機嫌が悪いと、扉と打つ前に殺されるので、しっかり祈りましょうね。この体力じゃどうしようもないので、ここで一気目を捨て。でまずは出縄のままだった。この削られ方、やはり虫はクズ。はっきりわかんない。さてここは、暗闇の中、狭い足場を探り当て、甘く遮りジャンも決める必要があります。案の定、ひどくもたついていますね。金も体力も自利品だから。頼むよ。抜けました。微妙、2点。
縄の一件で、削られすぎましたので、2機目も捨てることにいたします。さてここが、ラスボス前最後のエリア。まずは上段まで、縄で上昇。あとはベルを切らさぬよう連打しつつ、徒歩で上へ。残りベルは5回。ギリギリですね。この辺に足場が、ありましたね。お金がそろそろ、困るよ君。最終面終盤の練習を、あんまり真面目にやらなかった。露呈してるって、それ一番言われてるから。とはいえ本当にあとちょっと、許してお願い、許された。ガノンくんオスオス、ムービーはちゃんと、スキップしようね。ついに最終決戦、ゴリダイの本を握りしめまして、打つべし。はぁ、いった。以上、ラスボス戦でした。いい戦いだったね。あとは、鍵を取得し、左上へと向かうだけです。落石に当たると死ねるので、そこは気をつけましょうね。ゼルダ姫オスオス、ドラタを鳴らしてタイマーストップ、24分18秒80。最終面さえスムーズなら、23分台だった?I just saved you from Ganon. 感想した感想ですが、制作者はアクションゲーをもっとよく研究してね。です。直感的に操作できない場面があまりにも多かったね。本作の問題の大部分がそこと言っていいでしょう。操作、面の構造、戦闘など全てが不親切。しかし言い換えればそれは、そこさえ慣れればかなり遊べる作品だとも言えるのではないでしょうか。私自身操作に慣れてきてからは、かなり楽しくプレイすることができました。想像すると、ゼルダの名を冠したのが悪い、です。いくらなんでも、ハードルが高すぎるよ。最後に更新案を述べますと、先に触れた以外では、ビーム剣のカットと、ベル仕様の省略などですかね。人間卒業兄貴は、頑張って挑戦してみて、どうぞ。と、そんな感じで、本動画は以上にいたしとうございます。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。